サンスイフトはニューサウスウェールズ大学のソーラーカーチームである。チームは1996年以来5台制作している。最近のサンスイフト V はシリコン太陽電池のソーラーカーとしては世界最高で2013年ワールドソーラーチャレンジのクルーザークラスで優勝している。サンスイフト V は2013年と2015年のワールドソーラーチャレンジに向けて制作された。 総合3位で、クルーザークラスでは1位だった。サンスウィフト4は2009年のワールドソーラーチャレンジに向けて製作された。総合4位で、シリコン部門では1位だった。サンスウィフト 3J カーサンスウィフト3は2005年の WSC のために設計された。機械的な問題により、レース前に破損して、非公式で乾燥した。 2007年にもアドベンチャークラスで2度目の出場に投入された。アンスはサンスウィフト21997年から2003年まで7年もかけて上開発された。そのため4バージョンが存在した。2000年から2001年には埋め込み電極による太陽電池で出場した。これによりアンスは SRT は初めてで唯一の自家製太陽電池で出場したチームになった。 この形式の太陽電池の変換効率で世界記録を樹立した。アンスはサンスイフト2に搭載されたニューサウスウェールズ大学で製作されたパールシリコン太陽電池は世界最高の変換効率を意味する。同様にチームは車体の局面に応じて太陽電池を埋め込む革新的なセルのカプセル化技術を開発した。サンスイフトの原型は1995年に オーロラアソシエーションから購入されたものである。1996年のワールドソーラー、チャレンジ出場に向けて、アンスは SRT によって徹底的に改良された。新しいモーターと制御装置、ロールケージ、車体と蓄電池が追加された。車両は9年間に40回以上出場した。車例にもかかわらずまだ競争力があった。サンスイフトでの経験は1997年から、 開始された、アンスはサンスイフト2の開発に活用された。1996年ワールドソーラーチャレンジ、サンスイフトは46代中9位だった。これは、最初に出場した大学の参加者では、良い成績で、ホンダやビール工科大学や、三菱マテリアル等に次ぐものだった。1999年、うま大陸横断記録への挑戦。 マサンスイフト2は 4012km を投下で、乾燥して、そのうち5日は悪天候だった。そのため8日の記録は破れなかったが、この記録への挑戦は2、400万ドルに相当する、宣伝効果があった。1999年シティパワーンレースパースから、シドニーまで3日で乾燥した。マサンスイフト2は、高い競争力のある枠で5大中3位だった。 馬山3 s w i f 2は連邦政府の要請で台北の日本市に参加した。1999年ワールドソーラーチャレンジ、馬山3 s w i f 2は48台中18位だった。2001年ワールドソーラーチャレンジ、アンスは山 s w i f t 2は11だった。2005年ワールドソーラーチャレンジ、アンスは山 s w i f t 3は5日で走破して9位だった。2007年、 ジェイカー・サン・スイフト3はパース・シドニー間のソーラーカーによる世界記録を破った。5.5日で走破してこれまでの記録を3日も縮めた。2007年ワールドソーラーチャレンジジジェイカー・サン・スイフト3は10月26日午後4時11分にゴールしてアドベンチャークラスでは4位で総合9位だった。チームは高効率の車両に送られる。 フリースケール技術革新賞を受賞した。2009年グローバルグリーンチャレンジ3スイフト4は10月29日3時8分にゴールしてシリコンチャレンジ部門で1位で総合5位だった。ありがとうございます。